氷北極グマ、ノウサギは、ロシアのソチで開催された2014年ソチオリンピックの公式マスコットキャラクター、レイオブライト、スノーフレークは2014年ソチパラリンピックの公式マスコットキャラクターである。2011年2月26日に、オリンピックのマスコットは一般投票、パラリンピックのマスコットはパラリンピックの金メダリストたちによって選ばれた。当初、 オリンピックのマスコットは、雪氷、北極熊、サギだったが、ソチオリンピック準備期間中に、雪氷から褐色の氷に変更された。オリンピックマスコットの氷、サギ、北極熊2007年7月に2014年、冬季オリンピックの開催地がソチに決定したが、2014年冬季オリンピックの開催地選考におけるソチのシンボルマークは、スノーフレークだった。 2008年3月2日に行われた2008年、ロシア大統領選挙に合わせて、ソチで2014年ソチオリンピックのマスコットを決める非公式投票が行われた。ジェド・マロース、スノーフレーク、イルカ、ホッキョクグマの4択で有権者は27万人だった。最多得票は国会のシンボルであるイルカだったが、ソチ2014組織委員会の担当者は、 公式マスコットは2011年まで決定されないと話した。2010年9月1日からロシア国内で2014年ソチオリンピックとソチパラリンピックの公式マスコットのデザイン公募が開始された。開催国在住のすべての人々にマスコットのアイデアを提案する機会が与えられるのは歴史上初めてとなる。マスコットは2011年2月に最終決定される。 マスコットコンペティションの一環として、ロシア全国の学校でマスコットをデザインする授業が行われたり、コンペティションへの参加を促すために、NHL 選手のアレクサンドル・オベチキン、スーパーモデルのナタリア・ボディアノバ、オリンピックメダリストのオクサナドム・ニナ、マキシム・シャバリンら、そっち2014アンバサダーたちがアイデアを提案するイベントが開催された。2010年10月4日、 コンペティションへ国外在住のロシア人や外国人からもたくさんの応募があったことを受けて国際的な参加を受け入れることが発表された。デザインの応募は2010年12月5日に締め切られた。12月3日の発表によると人気のあるテーマは動物、雪のキャラクター、おとぎ話のキャラクター、抽象的なキャラクターだった。2010年12月21日、 ユーリ・バシュメット、ヒョードル・ボンダル・ジューク、ナターシャ・ヨノバ、アレクサンドル・ポポフラで構成された専門家審査委員会にて一時選考結果として10個のオリンピック、3個のパラリンピックのマスコットのアイデアが発表された。審査委員の投票結果は封筒に密封され、そっち1 0 1 4ボランティアによって回収、集計が行われた。審査を通過したアイデアは、 アーティストとアニメーターのチームによってアニメーションイメージが制作された。2011年2月7日、ロシア国営テレビ局チャンネル1で放送された番組にて最終選考に進んだ11個のアイデアの最終的なデザインが発表された。2011年2月26日、チャンネル1で放送された生放送番組、タリズマニアソチ2014、ザ・フィナールにて、 マスコットの最終選考が行われた。番組はイヴァン・ウルガントが司会を務めた。最初にロシアのサンタクロースで新年のシンボルであるジェド・マルオスについてマスコットに決定した場合、権利が国際オリンピック委員会に帰属するため選考から除外されることが発表された。最終選考作品が順番に紹介された後、審査委員会によってパラリンピックのマスコットに ルチクとスニエジンカが選ばれたことが発表され、次にオリンピックのマスコットの一般投票が開始された。投票には SMS とフリーダイヤルが利用され、合計で100万票を超える投票が行われた。一般投票の結果、ソチオリンピックのマスコットには、得票数トップ3だった雪氷、北極熊のうさぎが選ばれた。 組織委員会会長兼 CEO のドミトリー・チェルニシェンコはオリンピックの歴史上初めてマスコットの審査に全国的な関わりがあったことに触れマスコットは国全体の選択でありオリンピックの歴史に残ると語ったコンペティションの応募総数は24,048通だったコンペティションの規則によりマスコットの画像に対するすべての権利は組織委員会に帰属する 最終選考に残ったデザインの作者は、ソチオリンピックとパラリンピックの開会式に出席するための証明書を受け取り、マスコットの原型となったデザインの作者には、ソチに千十四パートナーのメガ本社から記念メダルと記念品も授与された。ゾイチはカエルが、モチーフのキャラクターで、名前は、ソチに千十四公式ロゴの二千十四が、ゾイに似ており、ロシア語表記にすると、 になることに由来する。マスコットコンペティション公式サイトにはユーザーが応募作品を5段階で評価できるシステムがあったが、ゾイチは評価ランキングで1位になる人気キャラクターだった。9月10日に登録されて以来3ヶ月間でランキング1位ではなかったのはわずか3日間のみだった。また、公開された動画の再生回数は50万回を超え、ロシアの主要テレビ局だけでなく、 アルジャジーラを含む多くの国外テレビ局でも放送された。しかし、最終選考には残らなかった。2011年6月、ソチ2014組織委員会のドミトリー・チェルニシェンコ、会長とゾイチを制作したイエゴールジ軍は、ゾイチが組織委員会の依頼で制作され、コンペティションにインターネットユーザーの注目を集めるためのバイラルマーケティングのキャラクターだったことを明らかにした。 イエゴール自軍は、クレムリンは関与していなかったと話した。6月14日には、組織委員会がウサギ、イルカ、ヒョウ、スノーボールなどとともに、ゾイチに関する権利の登録を行っていた。ゾイチは2011年7月28日に放送されたテレビアニメ、フューチュラマシリーズのシーズン6、第20話に登場した。雪氷は、得票率1位で、 オリンピックのマスコットに選ばれたが最終選考の投票日当日にプーチン首相がソチを訪問しソチではかつてヒョウが絶滅したがこれから復活させようとしていることに触れオリンピックが何らかの形で地域の環境に役立つのであればヒョウは象徴的なものになるだろうと話していたヒョウに関しては政府関係者の話として 高化さす生物圏保存地域でヒョウを野生に戻すための取り組みをしていることから、そっち2014組織委員会は、ヒョウがマスコットに選ばれることを望んでいるとも報じられていた。後世ロシアのセルゲイ・ミロノフ投手は、北極グマが統一ロシアのシンボルに描かれたものに非常に似ていると指摘した。1980年モスクワオリンピックのマスコット、ミーシャを制作したビクトル・チジコフは、 北極熊は自分のデザインを登用していると話した。これに対し、組織委員会はソチオリンピックのために特別にデザインされたものだとする声明を出した。北極熊はミーシャの孫とされ、2014年ソチオリンピックの閉会式ではモスクワオリンピックに関する演出も行われた。インターネット上では見た目の怖さから悪夢の熊とも呼ばれた。 政治家のウラジーミルジリノフスキーは、ヒョウは残虐な動物で、幸せな気持ちをもたらさない、クマは最も愚かな動物、ウサギは臆病者で、いつも逃げているとして、すべてのマスコットはロシアに対する侮辱だと話した。ドミートリー・メドベージェフ大統領は投票結果が本当に国民の意思を反映しているかどうか疑問だと話した。セルケー・ミロノフによると、 メドベージェフはヒグマを好んでいたとされる。ありがとうございます。